白いフィーバー来たこれ。マジで。とりあえず、こっち行きましょう。姉川の戦いで勝利を得るも、浅井朝倉の討滅には至らず、周辺勢力をも巻き込み、戦局は泥沼化していった。そんな中、浅井朝倉への加担を表明し、信長の動きを妨げようとする勢力があった。比叡山延暦寺である。再三の警告にもかかわらず、比叡山は態度を改めず、雑賀衆までも引き入れて信長を挑発し続けていた。業を煮やした信長はついに比叡山攻めを決めるが、織田家中には反対の声も少なくなかった。マジか。比叡山焼き討ち。焼き討ち焼き討ち。比叡山の戦いとかではなく焼き討ちなのか。信長様、言いたかねえが、家中の奴らはみんな比叡山攻めに及び腰のようだぜ。あの寺の権威は当代随一、手を出せば地獄に落ちると真面目に信じてる者も多いですからね。久秀殿はどう思う？そんなだけの権威に何の価値がありましょう。まさしく新たな世の異物、焼却が妥当かと。焼却って、おい、焼き討ちなんかしたら織田家の評判は最悪なことに。評判がどうなろうと構わん。もう決めたことだ。比叡山は浅井朝倉に加担している上、雑賀衆をも引き入れている。雑賀孫一は貴重の仇の一人、見逃すわけにはいかん。三太夫、こたびはお前らの力を借りたいが、どうだ？お安い御用で、万事この三太夫にお任せを。ほう。三木使いたいってくれな。まあ、俺のやり方、これはこの見せてやろう。誰かおるか。中村かすう、あ、かすうじっていうの。か、かすうじか。ごめん、ごめん、ごめん。濁音なくなってた。濁音なくなってた。どっちか使いたいな。これ何の武器や？薬鎖鎌系ちょっと使ってみたいから、こっち行こうかな。鎖鎌好きすぎか。こっちなんなんやろ。きっちり働いてやるよ。よし、これでうまい具合にいけるといいな。不機嫌そうだね。焼き討ちに決まったことが気に入らないの？そういうこっちゃねえよ。信長様が考えてることも分かってるつもりだ。とはいえ、新たな世を切り開こうってのにさ、やり方がちょっと無謀すぎねえかなって。オイラが天下を目指すなら、もっとこうお祭りみたいによ、賑やかにやるけどな。じゃねえと、せっかく天下を取れたって思い切り笑えなくねえか？じゃあ秀吉が天下を目指すときはそうしなよ。僕もそういうやり方の方が好みだしね。ほう、じゃあそうすっか。ああ、いやいや、天下を取るのは信長様だっての。お、どうした？見せたく。あ、装備これだけか。やっぱ鎌やね、やっぱね。好きすぎかよっていうな。いや、ほんまそこだわ。あ、そうだ、軍馬やっとかんだね。で、ちょっと武将戦で、武将で、おい、うわ、どっち？臨床か。
道具と一部の技能の効果値感が長くない？よし、まあこれでいいでしょう。よし、レベル上げたく、新アクション解放と。やっぱ鎖鎌やわやっぱ鎖鎌やわほんま好きなんだよな。なぜか好きなんだよな、昔から。新戦技獲得。じゃあちょっと技能習得の方ではなく、訓練でもなく、武将の方の変更で、ここに、前方へ加速して敵を転ばせた後、飛び下がりながら切りつける。オッケー。行こうか。竹中半兵衛。太鼓のやつ、武器はやっぱあんまり得意ではない。この木に比叡山を完膚なきまでに叩く。山中にある三箇所の塔を制圧しろ。うお、楽しい。やべえ、それかも楽しい。うおうおってなる、ほんま。焼き払ってく。三太夫、手数は整っていいようだ。万事抜かりなく、俺の手下には火付けの手慣れが揃ってますんで、ね、そういや、見てなかったな。ちょっと見てなかったな、間違えた。王道に、ごめん、ちょっとアクション情報見させて。あー、三つ目と四つ目か。あ、四つ目がためにつながるので、OK です。近づけるな！火攻めの邪魔となる敵がいるよ。先に片付けておく。1、2、あ、邪魔っす。賭けを実行するため、岡義政と松田玄三を撃破せよと。どこによる？あー、俺たちの船から近くに寄るんだ。伊賀者たちがおらねば、火攻めはならん。1、2、3、4、守ってやらねばなるまいな。あれ、あ、ちょ待って、あ、見せた。ちょっと待って。おーい、武器の特徴、鎖鎌、来ると思った。鎖鎌は分動によるリーチの長い攻撃と鎌による素早い近接攻撃が特徴の武器です。今日つく分動攻撃やアクロバティックな動きで敵を翻弄し、鎌の強力な刺激で確実に敵を仕留めましょう。撃つぞ、準備を急げ。俺がやる。よし、ゴー。敵は最下中に火星を頼んでいる。1、2、3、4、オッケー。孫一も現れ、東側にも火を放て。うん、邪魔する者に容赦はいらん。オッケー。おう、また来る。火器を実行するため、北斗中道周辺の敵を襲撃だけやすよ。あんまり気が進まねえが。なるほど。ロコス命令じゃ仕方ねえよな。よし、火をつけろ。まずい、大切なお堂に火の手が。ふん。し、うい、うい、オッケー。待ちくたびれたぜ。どこに行った？ちょ、そこじゃねえな。許さぬぞ。ああ、いた。ちょっとさ、やめ、こっちじゃねえんだわな。ボーナスミッションなんか来たわ。であるか。死に急ぐか。であるよ。この程度では足りぬ。僧兵やね、完全にね。監修やろうと思ったら、長谷秀吉がやりやがった。まあ、ちょっと待って。あの堂は鉄砲兵が守ってるのか。よし、忍びも近づけないよな。ボーナスミッション。おお、鉄砲隊長めっちゃいるからやれっつことね。オッケーです。痛えな、こら。
忍びとは相性悪すぎやろ。ああ。よし、見ていこう。おお。遊んでやるよ。楽しい。おお、なにこれ、かっけ。いいね。急げ。家計を仕掛けられるな。よし、辺り一帯を燃やして。オッケー、ナイス。二、三、四。オッケー。だいぶ敵の数を減らせたよ。よし。片付いたか。こんなことして大丈夫かね。ほら、焼き払え。よし。大丈夫かね。どうやらね。火がついたぞ。こっちに来るな。罰当たりだもめ。開門。あちこちから火の手が。いずれここも焼かれるぞ。その前に逃げろ。開門。逃げろ。よくお分かりで、よくお分かりで。根本中路の門が開いたようだ、あそこを焼き払わねえ。この戦は終わらない。オッケー、2分経過、どうした？え、修行場？あ、あれ？ここを死守するの？終わった、ミスった、失敗した。失敗した。まさかずっと生きるもんやと思ってた。最下衆を殲滅しろ。マジか。己信長め、恐れを知らぬのか。害しか生まぬ朽ち果てた権威の何を恐れるとね。ミスったな。尋常に勝負いたせ。よし、やったるわ。どうかい、そこの武者、わしに付き合い。飛ばしてくれ。うん。おら。いけね。これを打つけた。よし。かなう相手ではなかったか。邪魔者どもは消えとく。邪魔者ども。火を放て。いいね、いい感じで進んでますね。で、どこかな。いや、神代固定隊長がおった。比叡山が誇る根本中道が。火付けはもう十分だ。忍びたちよ、あとは好きに暴れてやれ。敗北条件変更。あ、マジで？待ちくたびれたぜ。逃げ出してきた敵を追い打て。あ、ちょっと待って、んー、どうすんのかな。敵兵を撃破せよ。敵兵？いや、なかなか、ん？どこの敵兵？あ、どこでもいいのかな。見た感じ。よし。返り血で持ち帰る。これで二度と俺には歯向かない。オッケー。乱世に正しきを示すため、謙信推参。信長の非道を許してはならぬ。続け。ほら、なぜ奴らがここに。捨ておけん。上杉の将を迎え撃て。けどおめが、我ら上杉が蹴散らしてくれるわ。邪魔だては許さぬ。よし、うん、奴らを撃て。めっちゃいるんだけど。あ、こいつもか。こちらまで火の手が回っていたか。
待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ほら敵将を討ち取ったり。オッケー、一匹いった。引かせてもらう。喜ばしい活躍ぶりだ。オッケー、これはもうこの攻撃をやっていく無双の方な。敵将を打ち取ったり。よし、いいぞ、いいチャンスやぞ。うん、めっちゃいるやないか。ちょっと待って、いすぎやろびっくりしたわ。奴ら織田の力を侮っていたようだが、これで下手に動けなくなった。あ、まだ一匹生きてる。オッケー、ここまでとは。慎重に進まねば。さて、どこに行けばいいのかね。上杉に助けてもらうんじゃ。いるね。ダイノ、剣心が自ら出てきたか。やべえ、奴は軍神と死ぬ。無理や、それは無謀な戦は避ける。阻止できんかった。これはひどいな。うわ、終わった。しあの時俺が信長を仕留めてりゃ。上杉勢と交流する前に討ち取れ。急げ。そこまでする必要あるのか。ちょ、邪魔やねん。どこや？うん？あれ？おい、信長。金ヶ崎では子孫じたが、今度こそ打ち取らせてもらうぞ。そうか。やはり、機長を撃ったのは貴様か。サイカ孫一を撃て！ミッション！サイカ孫一を撃破せよ。どこや？もう焼きが回ったか。孫一絶対、あれ終わったいつの間に、あれいつの間に、マジでいつの間に。次は奴の雇い主を探り出さねば。難しいな。宇宙の火星も耐えた。もはやこれまで捨て身で参る。よし、まあこういうことをしちゃうよね。よし、で、どこにある。おーおお、いた。だー、うわ、やめれやめれやめれやば。オッケー、いったいな、もう銃多すぎ銃多すぎ、マジきっつ。よし、こうするしかない。いすぎやねん、もうびっくりしたわ。橋の主張とやったもんな。どこにある。こいつこいつ。よし、あれ違くね。どこにある。なるほど。上杉謙信いた。よっしゃ、降りてこいや降りてこいや。図が高いぞ、上杉謙信め。
よし。おお。これはちょっとやばいからな。よし。この剣心と互角に渡り合うとは面白い。そなたの分、堪能させてもらおうか。堪能させてもらおうか。堪能させる前に終わらせたるわ。こら、行け。あ、やばい。ボーナスミッション。ミスキ剣心撃破せ。行け。ミスった。ちょっともう。チェックポイントからやり直すとかあるよな。あるよな。初めて敗北になった。あるよなってなってる。リトライしますか。この木に比叡山を完膚なきまでに叩く。山中にある3カ所の塔を制圧しよう。え、最初からまさか。二度と盾つかぬよう焼き払ってくる。サンダユ、デガズは整っていいようだ。マジか。万事抜かりなく、俺の手下には火付けの手だれが揃ってますんで。あぶね、セーフ。一撃打ち死に、打ち死にかな。どっちだよ、どうなるな。おお、終わりそう。やばい、セーフではない、セーフではない。この剣心と互角に渡り合うとは面白い。そなたの分、堪能させてもらおうか。やばい、痛い、死ぬ。うー、セーフ。上杉剣心、今じゃ。さっきこれにやられたんだよね、確かね。ちょっと待って、場所が悪い。 OK。 俺がやる。よし、よし。オッケー。あ、ミスった。痛え。やばい、死んだ。もうこいつ強い、強すぎる。比叡山を完膚なきまでに。やべえ、終わった。いろんな意味で終わった。3カ所の塔を制圧しよう。どこ行った。よし、壊してくれ。どうよ。ふう、危ねね、全然変わってないやんけ。やば、壊してくれ。ん、無念ながらもはや比叡山は救えぬようだ。あ、分かったの。信長はいずれ成敗せん。全軍撤退。やった、何とかいけた。最後のこいつで終わっ、何回か終わったんでね。もうよい、俺たちの勝利だ。やった、きつかった。きつかった、ほんま。もうちょっとレベル上げた方がいいまである。うん。いや、ほんまそこだわ。お、ああ、技能集、売られたか。きつかった、ほんま。いろんな意味で。
こたび桃地殿の一派が見せた鮮やかな火付け、見事と申し上げるほかありませんでしたな。とはいえ、あの後手の者に最下孫一を追わせたが、捕らえるには至らなかった。織田殿、申し訳ありません。かまわん。真に憎むべきは孫一ではない。奴を雇って俺を殺そうとした者こそ、貴重の仇だ。確かに。どうにかして突き止めなくては。必ずや引きずり出し、報いを受けさせてやる。